最初のインディアンは、紀元前1万6000年から紀元前1万年の間にアリゾナに到着し、ヨーロッパ人による記録としてのアリゾナ州の歴史は、フランシスコ海のマルコスデニーサが1539年に地域を探検した時に始まった。フランシスコ・バスケスデコロなどの遠征は、シボラの探索の間の1540年から1542年にこの地域に入った。 エウセビオ・フランシスコ期の神父は一連のミッションを展開し、1690年代と18世紀の初めにピメリア・アルタでインディアンにキリスト教を教えた。スペインは1752年トゥバクに、1775年ツーソンに、それぞれ要塞化した町を創設した。1821年のメキシコのスペインからの、 独立宣言の際に現在のアリゾナ州のすべてはメキシコのビエハカリフォルニア州の一部となった。アメリカ合衆国は1848年の米牧戦争の終わりにアリゾナ州の大部分を所有し、平川下流域の土地はメキシコからがつでん、購入により取得した。1863年2月24日に別々の領土に編入されるまでアリゾナは ニューメキシコ準州の一部として統治された。1912年2月14日、アリゾナは公式に連邦へ承認され、アメリカ合衆国の州となった。フェニックスは第二次世界大戦中のドイツ軍とイタリア軍の戦争捕虜キャンプの場所であった。キャンプのあった場所は戦後にメタグ一族に購入され、現在はフェニックス動物園になっている。また、 戦時強制収容局の2番目に大きい日系アメリカ人の強制収容キャンプと3番目に大きいそれが位置していた。現存している最も良好な考古学と地質学の資料によれば旧石器時代の紀元前1万6000年から紀元前1万年の間のある時期にマンボス資料民は家族単位で北アメリカ大陸の北西部へ移動したことが分かっている。 アラスカ中央部で初めは氷河に遮られていたが、氷期後期の一時的な氷河交代で、カナダ北西部の通路が開け、一段は大陸の他の部分に、四方八方に広がることになった。アメリカ合衆国南西部での最も初期の人類の明らかな証拠は、一連の旧石器時代のユートイーシアリ戦闘機である。一部の科学者は、女性、 男性と子供たちの小集団がマンモス狩猟民よりも1万年から2万年早くアリゾナ南西部とメキシコ北西部の砂漠を巡っていたことを示している。地球科学者のポール・マーティンの意見ではクロービス戦闘機で武装したこれらの一団はマンモス、ラクダ、地上性な負け者、馬に遭遇した。これらの種が洗練された大型動物狩猟者と直面することがなかったのは 紀元前8000年までに北アメリカの大型の表記哺乳類の種がほとんどすべて急速に系統的に虐殺された高新世の大量殺戮によるものであった。ある意味でマンモスを追い求めた狩猟民はただ一つの資源を使い果たすかまたは消滅されるまで容赦なく殺し食料にして最初のアリゾナの多くの一時的活況の波を表したとも言える。 考古学では、大型動物狩猟民と古希の二世紀の時を制作する社会が出現するまでの時期差は7000年間あるとしている。古希の集団のほとんどは山、砂漠、大地の中で、季節的な移動によって狩猟採集をし、一つのものを追い求めるよりも、むしろ多様なもので生きていくことで生きながらえた。彼らは、狩猟を放棄しなかったが、野生の植物と小動物が、 大きな度合いを占めた。彼らの道具が変化し、潰したりぶつ切りにする道具が普通になったことは、種子、果実、植物といったものが彼らの食料の大きな比重を占めていた兆候である。気候の変化によって、人々は生活の糧を、大型動物の狩猟に頼ることから転換すること余儀、なくされた。最初の大型動物狩猟民がアリゾナに入った時、 森林は今日よりも1000メートル弱低い場所にあった。その羅砂漠ではピニョン松、都ョを多くの森林地帯がフェニックスのキャメルバック山のふもとと同じ高度の約550メートルの地点まで広がっていた。砂漠草原はヨシュア木、ベアグラス、ユッカが下の谷を埋め尽くした。コロラド高原には大規模なポンネロオサ松の森林は存在しなかった。 その代わりに、モゴヨンリムには、ダグラスファー、アオトヒ、ロッキー山脈と称など、強高い高度での植生の特徴である樹木が混合した、休化植物類が広がった。多くの人々の心に、アリゾナの象徴として位置づけられる植物である巨大な、サワロは、主に現在のメキシコで生育していた。気温が上昇して、 降水量が季節によって変動し始めると植生にも大きな変化が起こってきた。当時のアリゾナ南東部では多くの川がどんどん乾燥していったためにクロービス人が獲物として追い求めるマンモスやその他の表記の動物たちは川や水たまりの周りに集中するようになった。つまりこの地域の乾燥の増大は大型哺乳動物を専門に追い求めた。 狩猟民の到着と同時に起こった気候と人間がこれらの種を絶滅させるために共に作用したという可能性はある。氷気後期が終わった後にアリゾナはさらに乾燥した地域になった。夏はより湿気が高くしかし暖かくなったので雨が降ってもすぐに蒸発した冬の乾燥は厳しくなってより少ない水分でも生育できる植物しか 生き残れなくなった。アリゾナ州南部では森林地帯が砂漠草原に変わり、砂漠草原は砂漠寒木地帯に変わった。サワロやブリットルブッシュのような重要なソノラ砂漠の植物種は南方からアリゾナに再び浸透し、ポンデロサの森林とピニオン松、都省、多くの森林はコロラド高原に交代した。紀元前2000年までには、 現代のアリゾナの植物群落は確立され、現代の気候は行き渡った。アリゾナの国旗前半の人々は、それらを変えようとするよりも、むしろ、それらに適合することで変化を乗り切った。森林地帯で、彼らは7月と8月にどんぐりを集め、11月にはピニョン松の好みと根津の果実を集めた。砂漠では、赤座やハゲイトウといった一年生の植物の葉を摘んだ。 彼らはまた毎年春に岩に掘られた穴で、流絶ラーを炙り、夏にはサボテンの果実を集めてメスキートの鞘を収穫した。天在する季節の資源への彼らの依存のため、古希の集団は定住しなかった。その代わりに彼らは水と野生の食物を探すためにキャンプからキャンプへ移動した。彼らの道具は当時の経済を反映している。 釣り石と石皿は種子を押しつぶして粉にするのに使用され、スクレーパーは銃皮と木に用いられ、より初期のクロービスやフォルサム戦闘機よりも小さくて、粗雑な石製や磁器は動物の狩猟に用いられた。異なった場所のこのような道具の様々な割合は、特定の資源を利用するために異なった環境ゾーンの間を人々が前後に動いていたことを示唆している。 古希の人々は超自然的な力への驚きと探索のためにそれらの容量を示した人工物を作成した。長さ3メートル強から30メートル強のインタリオという紛糾を伴う土工房がカリフォルニア南東部とアリゾナ南西部のコロラド側の両側で見られる。それらの多くはガラガラヘビ、大人鳥、ファルス。 そして人間などを様式化してかたどっている。古希のほとんど時期において人々はどのような基本的な方法でも自然環境を変えることができなかった。多くの考古学者はアリゾナの古希文化が最後のそれであると仮定した。考古学者は領域の外側の集団、特にメソアメリカの集団が合衆国南西部に農業のような大きな革新を紹介したと信じた。 このモデルによると、トウモロコシはモゴヨンとして知られる前ヒスパニック文化圏のニューメキシコ西部とアリゾナ東部の高地で初めて南西部に根を生やした。紀元前3500年には古紀の人々はバットケーブのような場所で小さくて原始的なトウモロコシの品種を育て始めた。そこからトウモロコシはソノラ砂漠のようなもっと乾燥した低地へとゆっくりと広がった。 1980年代の間、これらの初期のトウモロコシの年代について、質量分析法の技術を用いた、放射性炭素年代測定での特定が試みられた。その結果、バット洞窟や他の高地から出た初期のトウモロコシは、およそ紀元前1000年に出現したことが明らかになり、以前に考えられていたよりも2500年も新しかった。アリゾナ州南部で掘作された多くの場所が、 ほぼ同時期に古希の農家がスーソンベース群でトウモロコシを栽培していたことを示した。例えば、タンケベルデクリークソいのミラグロ遺跡は古希後期の人々が紀元前850年頃に縦穴式住居を建てベルの形をした貯蔵穴を掘りトウモロコシを植えた。そして古希の集団はすでにおよそ3000年前に食物最終民から 食料生産者へと変遷し始めていた。また、彼らには、貯蔵場所やより、高級的な居住、より大きい入植地、そして墓地までもある、判定中の農耕生活に伴う文化的な多くの特徴があった。農耕の初期の到来にもかかわらず、後期の古期の集団はまだほとんど自然環境への統制を及ぼしていなかった。その上、野生の食物資源は、 陶器の発明と考えの発展の後にも食事の重要な部分として残っていた。農業の導入は最も大きな国旗社会でさえも狩猟と最終生活の完全な放棄を決してもたらさなかった。千年期の間、古代プエブロ人、ホホカム、モゴヨンという少なくとも三つの大きな文化がアメリカ南西部に栄えた。これらの三つの文化はその建築と陶芸が有名である。 スペインによるアメリカ大陸の植民地化も参照最初のヨーロッパ人の訪問者が1528年にアリゾナに来たかもしれないが最も影響を与えた初期のスペイン領アリゾナへの遠征はマルコス・デ・ニサとフランシスコ・バスケス・デ・コロなどのそれである初期のスペイン人探検家の目的はシボラのような伝説の街と道と銀の豊富な交渉で 高年移住者と交付を地域に引きつけることとなった。これらの遠征はアリゾナにコロンブス交換を引き起こし、天然島の広範囲にわたるインディアンの間の流行に通じた。初期のヨーロッパ人のアリゾナ遠征でのインディアンの歴史は見つけにくいが、オーダムの暦杖は干ばつや侵略、洪水などのソースとして使用できる有名な事件を記録する伝統的な方法だった。 アリゾナの初期のフランシスコ会とイエズス会は、インディアンを回収させるために、地域の周りにサンシャビエルデルバクのような伝道書を頻繁に設立した。ピメリアアルタ周辺の宣教師、エウセビオ・キノは、先住民と贈り物を交換して問答し、返境地での出来事の動向を抑えるために、偵察として使用した。1680年、プエブロの反乱が一時的に、ニューメキシコ北部から、 スペイン人を追い出したが、1694年には、再び占領された。17世紀後半にスペインは彼ら自身の街を持っていなかったが、アリゾナ最高キャンプの周りの銀の交渉の発見に、引き付けられて、入植者は確実に地域に入り始めた。フアンバーティスタデアンサが、それらが単に埋蔵された財宝であったと告知すると、入植者のほとんどは去ったが、いくつかは居残って、 地球時速の農家となった18世紀中頃、アリゾナの開拓者たちは彼らの領土を北方に拡大しようとしたが、家畜のために彼らの村を襲撃し始めていたインディアンのパパゴとアパッチによって妨げられた。1765年、ブルボン改革が始まり、カルロス3世による北部辺境の要塞の大きな転換が行われた。 イエズス会は地域から追放され、フランシスコ会が彼らの伝道書に位置を取った。1780年代と1790年代に、スペインはアパッチが攻撃しないように彼らの平和キャンプの設置と、アパッチに食料を提供する計画を開始し、スペイン領は北方に拡大することができた。スペイン領アリゾナの時代は、ほとんどが自給自足の経済で、 時々小さな金と銀の採掘作業が行われていた。メキシコ独立革命も参照1821年、メキシコは10年間の戦争の後にスペインからの独立を勝ち取った。革命は植民地の銀の最高産業を破壊し国庫を破産させた。北方の辺境地沿いでは、電動所、要塞、アパッチ平和キャンプを支えていた基金はほとんどそこをついていた。 結果として、アパッチは再び襲撃を開始し、馬の群れを略奪し、要塞の壁の外で捕らえたものを誰かで構わず、殺害した。伝道書が衰え始めた時、メキシコはより多くの土地を競売にかけ始め、領土が拡大するにつれて、ピメリアアルタとアパッチェリアの土地は縮小し始めた。アメリカのマウンテンマンたちはこの地域に入り始め、毛皮の目的のために、 ビーバーの罠量を当てにした1846年マニフェストデスティニーの主義と競争地域の占領はアメリカ合衆国を米国戦争の開始に導いたアメリカ合衆国はメキシコシティを占領し新たに設立されたメキシコ共和国に後のアリゾナ州を含む北半分の領地を諦めさせた1848年のグアダルペイダルゴ条約では アメリカがメキシコに5 0 0万ドルの保証金を支払うと指定された。1849年、カリフォルニアゴールドラッシュによって地域には5万人もの、交付が訪れ、アリゾナの人口の大きなブームを引き起こした。1853年、ジェームズ・ブキャナン大統領は、メキシコシティにサンターナとの交渉のためジェームズ・ガズデンを派遣し、 アメリカ合衆国はガズデン購入によりアリゾナの残りのエリアとニューメキシコを購入した。1861年3月16日、ニューメキシコ、アメリカ連合国アリゾナ巡州はカリフォルニア南部を連合国に参加させる特別な意図とともに太平洋へアクセスできる有益なルートとみなされた。1860年カリフォルニア南部は 残りのカリフォルニアからの脱退のためのすべての法的な障害をきれいにして、新しい合衆国の領地として承認されることを望んでいたが、それは決して具体化されることはなかった。当時人口がまばらで、あ、カリフォルニア南部は南軍の進派の温床であった。ピカッチョ峠の戦いは南北戦争でアメリカ連合国が戦った最も西の戦闘でアリゾナで戦われた。 唯一の大きな戦闘であった。戦争の間、合衆国の要塞はニューメキシコへ移動し、アリゾナはインディアンの攻撃に傷つきやすい状態で置かれた。米国戦争の時の彼らの同盟があったにも、かかわらず、インディアンとアメリカ人入植者との間の戦闘が始まり、インディアン部族の大部分が居留地へと移動することになった。蒸気船、最高、牛、 および記者は、アリゾナの経済の要点となり、私屈者が均衡を発見すると、ブームタウンが形成され、交付が去ったら、ブームタウンは、ゴーストタウンとなった。米国戦争後の間もない時期の間、まだアリゾナでの大多数を占めていた。メキシコ人たちは、最高労働力人口のほとんどを構成した。1877年の砂漠法は、入植者に2.6平方キロの土地を与え、 地域には人々が押し寄せた。1900年代、アリゾナはアメリカ合衆国上院を支配し続けていた共和党の計画によりニューメキシコの一部として連邦に加入するところであった。ニューメキシコの大多数に受け入れられていたその計画はアリゾナに住んでいるかなりの多数に拒絶された。1912年2月14日、アリゾナは最終的に合衆国の48番目の州として 連邦に加入した、同年、州の女性は、賛成権を獲得した。1917年、アメリカ合衆国は、第一次世界大戦を開始し、その結果アリゾナの経済は活況を呈した。世界恐慌を通じて苦しんだ後、第二次世界大戦後のニューディール政策と、その他の経済ブームの実現は、アリゾナに安定した状態をもたらした。この時間枠の間、面、銅、 農業といった産業は州で繁栄した。軍はフェニックスとツーソンを基地と軍学校で使用し始め、軍がコミュニティの最大の収入源となった。一時、チャーター政府委員会は選挙に圧勝した。軍出身のバディゴールドウォーターやサンドラデーオコーナーは後に司法と政治で成功を収めた。戦争中、その内陸に位置していることと空襲から身を守るために人々は 国の他の地域からもアリゾナに移動し始めた。1946年、アリゾナは労働権確立法を実施し、労働者は組合に参加するか、財政上の支援をするか決めることができるようになった。メキシコ人は、シフトごとの収入が1.15ドル、少なかった二元的な賃金体系は廃止された。1948年、アリゾナのハイテク産業は開始し、モトローラはフェニックスに、 最初の工場の一つを建設した。1948年、20年間、州の中庭で資格を取り上げられていたインディアンが選挙権を獲得した。長さ541キロメートルの運河を引いた、セントラルアリゾナプロジェクトの航空写真近年、アリゾナはフロリダのような主要な暖かい天候の観光地と引退後の目的地になった。 観光産業の主要部分はグランドキャニオンの存在に基づいている。1963年、アメリカ合衆国最高裁はアリゾナのコロラド側の占有に関する論争においてカリフォルニアよりもアリゾナを支持した。判決の5年後、セントラルアリゾナプロジェクトの建設の認可が下り、1991年にようやく完成した。 アリゾナ出身の共和党上院議員のバリー・ゴールドウォーターは1964年にウィリアム・エドワード・ミラーを伴走候補として大統領選挙に立候補した。ジョン・カイ・ケネディ暗殺事件のために気がつくとゴールドウォーターは殺された大統領の後継者とぶつかる難しい立場にいてリンドン・ウィー・ジョンソンに乾杯した。ゴールドウォーターは一般投票の38.4% 選挙人投票では、アリゾナ州の5票を含む、ちょうど5つの州で勝てたのみだった。1988年、アリゾナ州知事のエヴァン・ミカムが告発された。ミカムは、マネーロンダリングの罪に直面した。35万ドルの政治運動債務を隠そうとし、自身が奮闘する自動車販売代理店の支援のために6万ドルの州費を借りて、州の職員によってなされた。 殺人予告の調査を妨害しようとしたことで告発された。ローズ・モフォードがアリゾナ州知事として彼の後を継ぎ最初の役職を務める女性となった。ミカムはキング牧師記念日の休日の制定をキャンセルしたことで州の公務員にはすでに不人気であった。この休日は1972年に元州上院議員のクローブス・キャンベルが最初に提案した。 スードの提案の最初には法律は立法府で可決されなかったためアリゾナ州はスーパーボールを主催する機会と同様にこれらのイベントから自然と来る州の観光と他の利益を失ったブルース・バビット知事は州の職員に行政命令で休暇を与えたがしかし見かむ後になって祝日は違法に作られたものという州の司法長官の公式の意見に基づいて ちょうど祝日の一週間前に命令を取り消した。1989年に法律が可決され、ローズ・モフォードは、マーティン・ルーサー・キング・ジュニアを称える州の有給休,休暇を定めたその法律に署名し、州がスーパーボールを主催することを可能にした。伝統的アメリカ価値のアメリカ人の議長は、キング牧師は、社会主義者で女たらしであることを責め、法律に反対する陳情書を提出した。 1990年に、キング牧師記念日とコロンブス記念日のそれぞれ二つの祝日を祝うか、コロンブス記念日をキング牧師記念日と交換するか、という二つのイニシアチブが投票で問われ、両方とも否認された。1992年、観光客のボイコットと、第27回スーパーボールの取材の機会の喪失に、直面し、アリゾナ州の有権者の61%は、 キング牧師記念日、公民権記念日の祝日に公務員への支払いを正式に承認した。その祝日が承認された合衆国で49番目の州となり、そして有権者がキング牧師記念日を州の公務員の有給の休暇として許容した最初の州となった。第30回スーパーボウルは後に1996年に天日で行われ、2008年には 第42回スーパーボールがグレンデールで開催された。モホードの知事の後継者のファイフ・シミントンは銀行詐欺の容疑で1997年に辞職した。彼の容疑は後にひっくり返され、次にクリントン大統領によって許された。2005年8月17日、アリゾナとニューメキシコの両知事は彼らの州のメキシコと接する軍に非常事態を宣言した。 両方の知事は、非常事態宣言の理由として、暴力、不法移住、麻薬密輸、合衆国と、メキシコ政府双方の無活動を引用した。アリゾナ州知事のジャネット・ナポリターノは、災害基金から、協会の軍に150万ドルを支援し、ニューメキシコ州知事のビル・リチャードソンは175万ドルを提供した。ありがとうございます。